毎日更新ドグチューブ、ドグマガタメです。ドグチューブがですね、もうドロドロダラダラやっておりましたけども、なんと今回で400回を迎えることができました。おこれね、だから今日はちゃんと風見のこの有望な人脈を使いまして超絶スペシャルミラクルな、もうマッハカミソリジェットパンチな、おとんでもない大物ハイパーパイオニア YouTuber あの YouTube が不毛だった時代から一人 YouTube を盛り上げてきた男呼んでおります。ご紹介しましょう。メグウィンさんです。出たーイエーイ。出た、大物ですよ。一番大物来たな。見てください、この大物感のない、ね、これ見て顔大物だよ。大物だよ。これが大物だよ。どういうことですか。でも正直言っていい。何？元大物。おおおおおおおって言われた。 X ついたね。 X つきました。ちょっとやめて。もう今でも僕の中では大物で、昔から本当見てましたから。面白いなこの人。ワニワニパニック大好きでした。画鋲つけたやつ。あとあれも面白かった。時計じゃねえわ。袋、布団の圧縮機にこうやってシュッてね、バイオハザードの曲かけてやってた。すごいね、よかった。で最近久しぶり見たらね、なんか動画がテクニカルになってましたね技術がグッと上がってね。全然フォローになってないな。面白い。全然フォローになってないよ。いや、すごい再生回数もうなぎ下がりで下げてくぞ下げてくぞ下げてくぞ。再生回数なんかクソくらいだ。いや、そうです、クソくらい。あ、出た、めぐみんさんっぽい。バカ野郎が、そんな再生回数のために生きてるわけじゃないんだよ、こっちは。今のさ、YouTuber たちのアンチテーゼですよ、ほんと。言ってやるぞ、この野郎。言ってやる、言ってる、ふざけんなよ。再生数で金稼ごうと思ってるやつ、どんどん稼げ何ねん、それ。俺にもちょっと分けてくれよ。意外とこの人ね、孤高な存在かと思ったら、すごいね、仲間を求めてますからね。いやいや、触るな、触るな、もう。誰も俺に触るな。皆さん、コラボしてあげてください。やめろ、もうやめろ。やだやだ、コラボなんかしたくないよ。このキャラ、嘘ですから、ね。絶対コラボなんかしねえ、誰とも。やりたがっとったよ。誰とも、誰ともしねえ、そんな。意外とめっちゃいい人なんで、お願いします。よろしくお願いします。はい、で、この企画知ってますか？もちろんですよ。お、ありがとうございます。400回分の3回ぐらい見たよ。全然見てねえ。アメザリさんの回とか。 ありがとうございます。ロンブーさんの回とか見ましたよ。でも見てどうでした、感想は。うわー、大物来てるなーってあ、面白いか面白くないか、うん、じゃない、大物来てるなーって。まあ正直面白い動画ではないですからね、うん、正直つまんないよこの中にあるものに対して全く興味ない。そう、確かに、うん、だから今日はそのつまんないとおっしゃっためぐりんさんがいかにこの動画をね、面白くしてくれるか、 YouTuber としてのパイオニアの力を見たいわけです。やってやろう。そうやってね、さまざまなゲストがね、撃沈していきましたからね微妙な顔になるっていうのがありましたからめぐさんはそんなことないと思いますか。当たり前じゃないですか。もう僕がどんくらいレビューやったことだか。レビューやった時あんたもう嫌すぎて手首切ってたじゃんここに包帯して、もうやりたくないっつってやってた。今日も切っちゃうな、そしたら。怖いな、この人。じゃあ、はい、すいませんけども、やりましょう。実費でやっていただくという、はい、もちろんです。お願いいたします。まあでも、メグさんといえばね、大物ですからね。お金貸してください。レシートしかねえやんけ。マジ金ねえやんか、あんた。違う。キャッシュカード落としたん。えぇ、ー、いやでも、うん、キャッシュカード落として、お金が下ろせなくって、ずっとカードでやってたんで。はいはいはい、クレジットカードね。金ないんですよ。あ、じゃあクレカを使うぐらいの金はある。そうそう、今ここクレカ使えたらやろうと思ったんだけど。いや、アメリカだったら使えるじゃん。あ、まあね。だからそう、使おうかな。意外とこの人アメリカかぶれでね。嫁はんも外国人ですからね。オーストラリア人です。おお、すごいよ。嫁はオーストラリアです。 G カップ。そんなねえよ。知らんけど。そんなねえよ。嫁はんかわいいよね。嫁さんかわいいよ。もう目の中に入れても痛くない感じ。でも嫁さんは最近そんなことないよな。何が嫁さんのことをそんなこと言うメグウィンを見たくなかったの俺。あえて言ったんで。嫁なんか知らねえよバカ野郎とか言って。嫁から今電話かかってきてる。嫁から電話かかってきてる。あ、ほんまや。余ったから電話かかってきてる。もうドグチューブ出るんだってみたいな。出ていいよ。出ていいの。取っちゃう。でも取るよそれ。もしもし余ったもしもーい。今撮影してるから。うん、ドグマ風見です。お久しぶりです。久しぶりですすいません、今僕の動画の撮影してます。すいません、お借りしてます、旦那さんを。はい、終わったら帰ります。終わったら帰ります。 See you。 メグウィンさんのこと愛してますか。
切れちゃったかな。メグさんのこと愛してる、はい、愛してる、メグさんのこと、メグさんのこと愛してる、愛してますよ、イエーイ、イエーイありがとうございました。はい、See you。 恥ずかしい、恥ずかしい、めちゃめちゃラブラブやん。こんなもんっすよ、何こと、こんなもんっすよ最近落ち目のくせに、はいはい、貸してくれおい、落ち目じゃないの、落ち目じゃないんだよ、落ち目じゃないの、落ちてるんだよ、落ちてる、落ちてる、落ちてないよ、違う違う、だから遊んでるんでこっちは。あ、そっか、再生数なんか関係ない、そうそう、昔から変わってないですからね、動画が変わってない、変わってない、見る層が変わってるだけです。何、線を入れていきましょう。おい、おお、来た来た、お、さあ、そしてここのボタンがポイントになっております。どのボタンを押すでしょうか。お、すげえ、大体売り切れじゃん。大体売り切れなんですよね。めっちゃ人気じゃん、この。聞くところによると、ここの沼袋のホームグラウンドでやっているここのね、自販機、結構な人買いに来てるらしいですから、もう聞けよすぐ押すなよ、聞けよどうでもいい、その、え、コトンっつった今、めちゃくちゃ重かった、重かった、え、今日出たしちゃったんじゃないの、いや、出たのかな、本当重かった、大物感だよ、今ズバンっていった、本人小物のくせに商品を、あ、なんか四角い、そうそうそう、うっ、これはもう俺があの 3DS 当てた時と同じ大きさや、え、いや、いつもちっちゃいの、いつももっとちっちゃい、これほんまにこの大きさやで、ガッていっちゃっていいんですよ、全然いいですよ。さあ、めぐいんは何を出す、せーの、せーの、え、お、わ、びっくりした、え iPad 当たったの、びっくりした、 iPhone 当たった、びっくりした、俺ほんと iPhone 入ってたかと思った俺あ、ちげえ、なんやねんこれ、トランシーバーだな、こんなもん、でもすげえ 50m 同じとこ50m 使えるんほんまかこれ、使えるよ 50m、 あ、すげえ、すげえじゃん、すげえ、すげえやん、俺すげえ、これでもや電池入ってねえかな、あ、もうめぐさん最悪や、すぐやろうと思った、見てこれ、別売りです、すぐネジのいるパターンのやつ、やだやだ、絶対できへんやつや、囲っていいのにね、本当やって、でもめぐさんまあ悪くない方だよ、おこれすげえな、これすげえよ、大物 YouTuber がやるとやっぱこういうね、やっぱ微妙なものが出るんですね、やっぱりねすげえリアクションに困ってんじゃねえかよじゃあちょっとめぐちゃん、はい、ゲスト会はいつもやってるんですけど、この商品が、ありだった場合はこう掲げてありですと言ってください、ない場合は踏んでこの商品をゴミ箱に捨ててください。それでは聞かさせていただきます、めぐみんさん、こちらスマートトランシーバーありですかなしですか。ありですよめっちゃ早いやったー、すごいめぐさん、いいいいし、これいいよ、ネガティブな要素はなかった、ないないない、いや俺もこんなの当てられるとか初めてだもんこういうの、こういうの大体うんこみたいに出るんでしょ。そうや、いや、これなかなかのうんこじゃないよすごいこれ結構いいの出たよ、商品をけなさない、けなさない、うん、俺すぐにバーンって捨てると思ったら、いや、そういうリアクションは三下がやるやつだからね、いや、うん、そういうのできないよ、ものとしてはメグさんやっぱ面白いな、うん、三下は大体これであのそう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 、笑い取りに行くけど、あ、そうそう、こういうのはね、あのこうやった方が面白い、うわ、すごいな、うん、でも、いろんなゲストの方捨てましたけどね、うん、これやってました、三下、三下三下ですよ、誰とは言いませんけど、誰とは言いませんが、三下ですよ、わかりました、では、はい、三下ではないめぐりんさんの1回目でございました、また明日お会いしましょう、さよなら、バイバイ。I want you! You are subscribe! お願いお願い。